小田急1900系電車富士急行5200系電車,電車富士急行5200系電車はかつて富士急行で使用されていた通勤系電車である5262号大津駅にて1982年撮影従来使用されていた3600型が老朽化したため 小田急電鉄から1900系電車のうち、デ千1911から1914区九1961から1964の8両を1977年に譲り受けしたものである。形式の5200は譲り受け年の1977年が昭和52年であったことに由来する。なお、千九百系の主電動機は、 同社の4000型に流用しているため、譲り受けに際し、本形式での代替対象となった3 6 0 0系のものが流用されている。片運転台の制御電動車も、は5 2 3 0系、制御尺は5 2 6 0系の2形式で、小田急時代の番号順にもは5231、5232、5233、5235、 百六5261、5262、5263、5265となり、小田急時代同様末尾の番号が同じ車両同士の二両編成となった。なお、末尾4は意味版として欠番となっている。機器の老朽化などもあって、1984年には本形式への代替後も残っていた3600系の二両編成車も、 は3631区は3661ともだも本形式と同じ小田急からの譲り受け者である5700型に代替されて全車廃車された。転入に際して外部塗装の変更は富士吉田の自社工場にて行っている。富士急に改装された時点では小田急電鉄時代の廃車当時の塗装のままでしばらくの間は川口湖駅構内に留置されていた。 外観はほとんど原型を保った状態で使用されたが、屋根状のランボードが撤去されている。また晩年の区波5265は、寒冷対策により屋根状のベンチレーターがすべて撤去、されている。1983年以降に譲り受けした元2320系、2220系、5700系自体は、前年の1982年から元2300系、 2200型を譲り受けている。ありがとうございます。